おはようございます。今日は11月12日、時間は8時半ぐらいですね。はい、私の里山かます山のスキー場に今います。はい、見ての通り初雪、雪が積もりました、里山にも。はい、でジムニーは冬タイヤに交換したので安全に登ってきております。いや、後ろの足先も綺麗ですね。はい、今日は昼からちょっと天候崩れそうなので、ささっと釜瀬山の登山道を確認しながら積雪状況とお伝えできればと思います。はい、じゃあ本日もスタートです。スキー場見てください、真っ白。ここ第一リフトですね、こんな感じチェーンスパイクつけて登っていこうと思います。じゃあスタートです。はい、現在地1の方と2の方の間ぐらいですね。はい、いつもスキーで滑る谷地形のとこですね。まだまだ雪は足りないけど、ワクワクしてます。はい、天気が良くて日が当たると暑い。もうヤッキを脱ぎました。はい、じゃあ引き続き歩いていきます。やっぱ青と白って綺麗ですよね。いい。はい、スタートハウス到着です。いやー、階段もすっかり雪が積もってますね。冬っぽい。まあまだ雪かきしないでいいでしょう。今週半ばにはまた溶けるはずなんで。はい、じゃあちょっと休憩しますか。はい、いつも通り登山記録をつけて休憩です。コーヒーは下山の時にしようかな。はいはい、こっから先はちょっとかなり急で泥泞になるので、チェーンスパイク装着して安全に登っていきます。はい、滝山山頂でーす。こっから見るカマスが綺麗なんですよね。そこのゆわゆわしたとこが七面山ですね。滝山はヤマップではピーク安定ないんですよね。七面山は最近になりましたね、ピーク安定。はい、じゃあ進んでいきましょう。はい、七面山の祠到着でーす。ここでお参りをして、上上がっていきます。いや、晴れてきたな。はい、陸奥山岳会の釜瀬山登山道の起点となるブナコ到着です。もう落葉したんでブナコも丸見えですね。はい、ブナコが何かを知りたい方は私の過去の動画を見てください。はい、雪は15から20センチ、もう岩とかが埋まっちゃって歩きやすくなってるな、逆に。はい、じゃあ上がっていきます。はい、薬師園直下の普段なら草で山が見えないところですね。もう落葉してるんで見えます。薬師園近づきすぎると岩がでかすぎるんで、こっから撮るのが一番ですね。冬の予想ですね。はい、曇ってきたな、ちょっと残念。つららができてる。今年第一つららだな。はい、もうちょいで薬師園です。はい、薬師園の岩場到着です。スキー場からすげえガスが上がってるな。急に暖かくなったんで、蒸気でしょうね。雪が蒸発してガスってるんだ。はい、いやー、山頂どうかな。はい、今日はガレバコースで上がっていきます。大黒天は危ないので。はい、薬師園からはちょっとヘッドカメラつけてみました。こんな感じですね。よし、砂場は砂を掴むと手袋が濡れちゃう。あ、でも乾いてるとか。よいしょ、ズルズルしてます。ここからちょっと行くと、まあ皆さんご存知のガレバですね。今日はどうなってるか。雪で埋まれば楽なんですけどね。よいしょ。ガレバ到着です。埋まってないな、やっぱな。まあここは真冬も埋まらないんですけどね。こういう状況がね、一番危険なんですよ。雪で穴が埋まってるんで、
かり足場を見極めながら登っていきましょう。浮き石もあるし、結構ね危ないんですよ。つうか普通に雪が降ってきました。やっぱり標高高いとこは雪ですね。ここら辺はもう 800m 近いと思います。よいしょ。もうすぐかかればもう終わり。よし、あれば終わりました。真っ白やね。ここだけ見ると北アルプスですよ。大げさか。登っていきましょう。最後のビクトリーロード。絶景展望ゾーン到着です。ここね、大黒天コースを上がりきったところになるんですけど、非常に展望がいい。しかし今日はダメか。よいしょ。ダメだな。かろうじてスタートハウス見えますね。じゃあ山頂へ行っちゃいましょう。よし、山頂到着でーす。航空自衛隊のレーダーがなんか整備してますね。すげえな。超高所。はい、釜山山ピーク半島878m。はい。先ほど言った通り、山頂展望ゼロ。ガスガスになっちゃいましたよ、残念ながら。はい。ちょっとあっち側は見えるけどね。なので今日はパノラマはなし。登山道は、まあ、装備をしっかりチェーンスパーつけてくれば登れますね。あと、笹も結構倒れてるんで、下はヤッケ履いた方がいいかも。私履かないで来ましたけど、結構濡れてます。下りはどうしようかちょっと考えます。はい。じゃあ、今日は、ここからさっと降りてスタートハウスでコーヒー飲もうかな。下山の模様はピストンなので割愛させてもらいます。はい、じゃあスタートハウスまでワープ。はい、ワープしてスタートハウスまで来ました。ちょっと途中知り合い2ペアとすれ違いましたね。やっぱりみんな雪降ったんで釜山山来てますね。はい、ここでコーヒー飲んでお菓子を食べて、クリームに溺れるチョコパイを食べて下山しようと思います。あと、ストーブ、一応点火テストですね。やってみました。黒い煙は出てないけどな。去年結構出たんですよね。やっぱ替え時ですね、ストーブは。はい、じゃあお菓子を食べたら下山します。はい、スタートハウスの前の階段をきれいに雪かきして下山します。はい、無事駐車場まで戻ってきました。後ろ見てください。見事に雪がなくなりましたね。はい。まあ、初雪ってこんなもんですよね。なので、下山は結構快適に降りてこれました。ちょっとチェーンスパイクが壊れたり、いろいろアクシデントもあったんですが、まあ今日は楽しい初雪登山ですね。ができました。一回雪溶けて、また次の週末も降るみたいです。私はちょっと八甲田滑れるんじゃないかなと思って、今週ちょっとワックスを剥がそうと思っております。はい。来週は八甲田に入れることを願って、今日はこの辺で終了します。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。